とボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がフェラーリ FF 2013年式35400キロこちらの車両になります。ボンドとしては少し珍しい距離感の、ああまあそうですね。でしかも FF 出て結構経ってます。で今回なんでご紹介させていただくかというと、うちの高野セールス一押し車両、はい、まあでも値段的にはだいぶもうお安くなったというか、だいぶ今検討しやすい価格に入ってきてるのもあっての今回ちょっとタイミングだと思うので、ぜひちょっと紹介したいと思います。まあ、こちら紹介するにあたって、まあ、いろんな維持費の部分だったりだとか、うん、まあ、あとは年数も経ってますので、まあ、消耗品、あとは一番メインになるところは故障とか、はい、まあ、心配されている方もいらっしゃると思うので、その辺は、うん、まあ、市場なんかでお話しさせていただけたらなと思います。距離が約3万5000キロってことなんですけど、はい、外装に関してはコンディションいいですね。いやと思いますね。まあ、大きい目立つ傷へこみとかも見受けられないですし、この後紹介していきます。ちょっと黄ばみは出始めてるんですけど、ちゃんとプロテクションフィルムなんかも貼られているので、外装状態なんかかなり綺麗かなと思います。一応このバンパーだけがプロテクションフィルムが施工されていると、はい、というわけで若干ボディカラーと黄ばみが出ている分、そうです、ね、ちょっと差があるんで、まあ、気になるようであれば貼り替えていただいた方がいい、はい、あとはフェラーリ割と丁寧に乗られているケースが多いんで、うん、まあ、外装に関しては本当にコンディションが、はい、一般的な3万5000キロよりかも全然いいんじゃないかな、はい、飛び石もあんまりないですもんね、うん、そうですね、ほとんどないと思います。あとはデザインがいいと思うんです。やっぱりピンファリーなデザインじゃないですか。ちょっと458にもつながるこのヘッドライトとこのダクト形状、はい、こんな感じの前回りになっております。そして早速横に回っていってもいいでしょうか。はい、今回の個体は非常に内容がいいということで、はい、まず20インチ、はい、これオプションなんですね。そうです、ダイヤモンドカットの、はいはい、ね、底面がダイヤモンドカットで側面がガンメタスカね、はい、こちらのオプションのホイールが装着されていると。そしてあとはなんとリフターもついている、はい、そうです。リフターついているのは珍しくはないんですか。まあ、珍しくはないですね、はい、特に FF ってフロントだけじゃなくて4輪上がるリフターなので、結構この世代だとついているのが多いです、ね、フェラーリで4輪リフターを採用した初の車種なんですね。そうです、はい、というわけで、まあ、その辺後からつけると、まあ、結構すると思いますね、うん、この辺ついているのは嬉しいところかなと、はい、あとは最初のその故障の部分含めてなんですけど、足回り自制流体のダンパーが標準装備ということなんですけど、はい、うん、これが結構もうそろそろくたびれている車が多い、まあ、年数経ってますからね、まあ、もちろん全部の個体じゃないんですけども、中にはそういうのが出始めている個体もちょっと見受けられるので、そのあたりはちょっと検討されている方はよく注意してお選びいただくのがいいんじゃないかなと思います。交換になると結構な費用がかかるみたいですね。かかります、はい、ですがご安心ください。今回なんと去年交換しているということで、そうです、この個体も実はやっぱり点検時にショックとかのオイル漏れっていうのがやっぱり出てきてたので交換をしてまして、全部4輪新品に変わってますので、まあ、絶対大丈夫とは言えないですけども、うん、しばらくは安心して乗っていただけるのかなと思います。はい、であとはキャリパー、これ黄色になるのがオプションということで、はい、そうです。あとカーボンセラミックもこれこの車が出た時に一番新しい世代のブレーキらしいです、うん、なんで制動力もアップしてますし、うんうん、制御がより緻密になってブレーキフィールがすごく良くなってるらしいです。というわけでこの辺は後で乗ってみたいと思います、はい、まあ、あとはもっと言えばこの車4駆ですから、はい、まあ、その辺の乗り味なんかも市場で確認したいと思います。あとおなじみのこのスクーデリアエンブレムも、はい、これもオプションですよね。オプションです、はい、こちらもついております。あと側面もまあまあコンディションかなりいいんじゃないかなと、はい、ただトーンガードはやっぱり純正ですよね。純正です。少し黄ばんでますね、はい、あとドアエッジなんかもあったらですけど少し黄ばみが出てるんで、まあ、この辺も張り替えていただいてもいいのか、はい、あとはこちらの個体ルーフにカーボン調のラッピングがしてあるということで、これはですね、まあ、好みもあると思いますのでお好みで言っていただければ、はい、まあ、本当はあのオプション設定のあるガラスルーフがあればいいんですけど、まあ、ガラスルーフないと、まあ、ボディ同色という形になるので、ちょっとボディがやっぱフェラーリのモデルの中で結構大きいので同色ってなると結構イメージが変わるというかボテッとするので、まあ、ない個体はこうやってカーボン調だったりとかブラックにしたりっていうのもまあ一つ選択としてはありかなと。黒系にするとちょっと車高低く見えますから、うん、そうですね、まあ、この辺もお好みで、はい、まあ、別の色だったり剥がしたりっていうこともできますんでご相談ください、はい、じゃあ続いて、はい、後ろに回ってきまして、うん、後ろもデザインやっぱり最高じゃないですか。はい、今現代のものってピニンファリーナじゃないんですよ。じゃないです。ピニンファリーナってこの世代までです。はい、というわけでこんな感じのエクステリアになってて、この辺も塗ってるみたいですね。そうですね、まあ、本来多分クロムのエンブレムが一般的なので、これはちょっとおそらくこの塗ってると思います。網に合わせた同じ色じゃないから、はいはい、こんな感じになってる。そして今回オプションのスポーツエキゾーストがついてるということで、はい、これ見た目もなんか変わるみたいですね。ちょっとそうですね、二重構造になるようなピンみたいなのが入ってますね。で当然音もスポーティーなサウンドになると、はい、
12サウンドを響かせられるわけですね、はい、これはもう絶対欲しいオプションですね。そうですね、はい、で当然純正オプションですから車検も問題ない、はい、まあ、音に関してはこの後聞いてみたいと思います。続いて内装を見てみたいと思います。内装も内容いいんですよね。内装めちゃくちゃいいと思います。まずこのあんまり見ない FF で、はい、内装カラーの気がするんですが、このブルー、ブルー、はい、あとこのホワイトのアクセントの、そうです、この組み合わせ珍しいですよね。珍しいですけどめっちゃおしゃれですよね。そしてダッシュボードのパネルなんかも白くなってたりだとか、あとこの白のステッチもオプションなんですよね、はい、オプションです。というわけで非常に、まあ、らしいので言ったら赤とか黒かもしれないですけど、うん、車のキャラクターにはめちゃくちゃ合ってるのかなと。そしてこのヘッドレストのフェラーリの刺繍も、はい、これもオプションということで、オプションです。であとはシートがフルパワーの、はい、こちらのシートもこちらオプションが入ってる、はい、フル電動でシートヒーターもついてます。ベタベタチェックはこの後してみたいと思います。そしてあとは車外のナビゲーションが入ってるということなんで、はい、この辺も乗って詳しく見てみたいと思います。続いて乗ってみたいと思います。内装3万5000キロにしてはかなりコンディションがいい気がします。いやそうなんですよね、内装レザーなんかは結構綺麗な状態で、はい、ここ擦れる定番ですけど、はい、全然ここだけ見たら距離わからないぐらい、うん、でツヤも結構多分全体的に少ないんですよね、はい、この辺なんかもあんまり経年劣化が見られないです。そしてステアリングはLED のこちらのステアリングになってると、はい、これも欲しいオプションですね。そうです、カーボンステアリングでパドルとかもカーボンで、そしてちゃんとレザーの色も同じ色なんで相性もバッチリでございます、はい、そしてカーボンもいい感じですね。そして気になるベタベタチェック、正直にいきますよ、はい、結構来てます、うん、ただウィンカーはまだいいですね。そうですね、その他エアコンだったりは結構来てます、うん、結構来てます。こうあの手につくほどじゃないですけど、もうちょっとしたらついちゃうかなっていう感じがします。まあ、この辺リフレッシュできますからね。そうです、あまり気になるようであればしていただいた方がいいかなと。あと消えちゃうんですよね。そう、本当にひどくなるともうこの文字が消えちゃったりとか、もうぐちゃぐちゃになっちゃったりっていう感じなので、まだそこまではギリいってないかなっていう、まあ、この辺はもし気になるようであれば直接ご確認いただけるといいんじゃないかなと、はい、あとメーターがこのホワイトのレブカウンターがオプションということで、はいはい、これも合ってますね。めっちゃかっこいいですよね、はい、内装にこのパネルの色とメーターの色が揃ってるんで結構いい感じです、はい、そして今回の車は先ほど触れた通りナビがついてるということで、はい、車外ナビは定番、まあ、結構多いです。もう純正、まあ、変な話カリフォルニアとかそのあたりの世代でもやっぱ車外ナビ、これツーディングがまだ入るので、結構見受けられますね。確かに458とかでも純正ナビがあんまり使えないということで、うん、車外ナビつけるケースは少なくなかったんじゃないかなと、はい、パナソニックのナビでこんな感じで、まあ、一通り、はい、まあ、デザイン的にはやっぱり後付けだなっていう感じしますけれども、はい、まあ、その分使い勝手はいいのかなと、はいはい、すごく個人的ですけど私もあの自家用車につけてます。同じの。そうです、あの紹介動画で紹介した M3 ではなくてもう一台あの通勤とか足使う車あるんですけど、それはこの同じナビです。あ、そうなんだ。全然使い勝手いいです。でこれちょっと角度も変えられるんだっけ。そうです、角度がこう変えられる、はい、あ、なるほど、はい、というわけでこんな感じのナビゲーションもついております。そしてエアコンに関してはデュアルゾーン、はいはい、まあ、4人乗りですからね、この辺欲しいところですよね、うん、そして、まあ、この辺飛ばしちゃいますね。でここはなんかステッカーかなんか車外の方貼ったのかな、うん、多分ベタベタ の、 あのベタつき防止のが、はい、ここはベタベタが解消されております。そしてこんな感じで、まあ、この辺もバババッと飛ばしちゃいますねそしてこんな感じで、はい、はい、質感いい。やっぱりいいですよね。いい、あとこの白のパイピングもいいですよね。シートの肩のとことかも入ってますけど、全然今乗ってもそんなにめちゃくちゃ古い感じしない。さすがにこれより前の599とか612とかに行くとステアリングがこれじゃないんだよね。はい、そうですね。なんでちょっとこう時代を感じますけど、この年代だったら全然こう今にも通じるこのステアリングのデザインだったりとか、はい、機能的なものが備わっているのでかなり乗りやすいんじゃないかなと思います。でシートもフェラーリいいんですよね。いいです。タイトさがないという とかはかなりいいですね。そして足元に関してもおなじみのこの胴でかいフットレストとあんまりこう違和感のない、アクセルはちょっと狭いですかね、やっぱり。うん、そうですね、はい、こんな感じのレイアウトになっております。そして天井関係、当然レザーなんですけど、この上もオプションでなんとレザーってことで、え、めっちゃ高級感あるね。 FF はただちょっと注意、これも注意なんですけど、この個体は今全然大丈夫なんですけど、よくあるのがレザーのルーフって結構やっぱ重くて、重さがもう年数的にほとんどの個体がやっぱ結構天張りのたるみ、あ、
は増えてきているので、ちょっとこのあたりも検討いただく方は現象をよく見て、なるほど、状態確認された方がいいかと思います。こちらの車はまだコンディションいいし、はい、垂れてないですね、はい、まだ、はい、おなじみのあのポルトローナフラウ製ですよね。はい、そうです、はい、そしてバイザーなんかも、いや、おしゃれだな、こんな感じになっております。続いてトランク見てみたいと思います、はい、でトランクが外から開けられない。そうなんです、ボタンがないです。これはあの国産車とかドイツ車に慣れてると少し不便に感じてしまうかもしれないです、うん、その代わり鍵とあと室内から開けられると、はい、でこれがパワーパワーゲートです、はい、これもオプションですよね、はい、この辺もついてて嬉しい装備じゃないかな。そしてトランクもコンディションいいですね。はい、全然なんか使用感ないですよね。あの車が車なんで結構こう距離も走ってる個体多いですし、はい、トランクもガンガン使ってる個体もあるじゃないですか。そうなんですよ。そんな中こちらの車は全然コンディションがいいかなと、はい、あんまりこの辺も外したりとかした形跡もあんまり見当たらないですよね、はい、うん、あとゴルフバッグなんか積むとシート倒していったりもすると思うんですけど、はい、その辺なんかもあんまり保守感がないと、うん、でトランクの方が350リッター、はい、で倒すとマックス800リッターということで、はい、まあ、小旅行だったりだとかゴルフだったりだとか、はい、もう普通にワゴン並みに、はい、まあ、車はまあシューティングブレークですからね、うん、まあ、使い勝手もいいんじゃないかなと思います、はい、続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、もうこれだけのために買う価値があるんじゃないかなと個人的には思いま す, そうです、ね、おなじみの V 型12気筒 6262cc 馬力の方が660馬力出てるんですよ、はい、そしてトルクの方が 69.6 キロということで、これで0-100 3.7秒、マックス335キロでございます。私ありがたいことに動画の企画で某スーパーカーに乗せていただいて339キロまで体験させていただきましたけども、あのもう異次元の速度でございます。そこまで大人4人乗っていけるっていうのはすごいことなんです。そうですよね、はい。そしてこちらミッションの方は最初に池田君から話がありましたけど、458とかあとカリフォルニアと同じ7速 DCT になっているということで、はい、そうです。まあ、この辺の信頼性は割と高いんじゃないかな、うん、はい、あんまり故障とか聞かないですよね。ミッションまだミッションはうちに例えばミッショントラブルで入庫っていうのは僕は少なくともまだ聞いてないので、まあ、しっかりそのオイル管理とかそのあたりはあると思うんですけど、まだ大きいそのトラブルは聞いてないですね。まあ、一つ気にしてほしいのはその四駆、このキャラクターの部分でもあるんですけど、うん、この四駆 4RM が FF で開発されたこの四駆のシステムですよね。そうです、はい、こちらが割と修理なんかのケースが多いかなと、はい、この下ですね。でこれ構造的にはあのトランスアクスルなのでミッションは後ろについてるんですよね。そうです、ミッション後ろです、はい、でそういう車の四駆って普通はプロペラシャフトでもう一回前に戻して分けるのが定番ですけど、うん、フェラーリの場合だとそのまま後ろに行かせないでこう、うん、前にシャフトを出してエンジンの前になんかすごい薄い四駆のユニットがあるみたいです、はい、でそれで左右に分配して四駆にしてる、はい、でそのめちゃくちゃ薄い機構の中にデュアルクラッチと、うん、だとなんかハイローのギアが入ってるみたいですね。あ、なるほど。で1速2速がローギア、はい、3、4がハイギア、うん、で4駆を駆動するようになっ て、あの5、6、7に関しては4駆じゃないんですよね。そうです、はい、だから4駆の機構が作動するのが1、2、3、4速まで。そうです、1から4までです。でそれ以上に関しては基本的に速度が乗ってて、まあ、ちゃんとトラクションがかかってるっていう前提なんで、うん、そもそも4駆じゃないと、うん、で普段のこの1、2、3、4に関してもこれ後ろが滑った時だけ前に介入、はい、そうです。でしかも 20% だけなんですよ、ね、うん、だほぼ FR なんですよ。 そうですね、その辺考えると一般的な四駆の感覚で乗るとだいぶ違うのかな、うん、で多分今日の市場だとおそらく四駆が作動しないまま終わる可能性大ですけどそうですね、はい、この辺は乗ってみたいと思います、はい、続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう、はい、じゃあ今日は池田君と2人 で、 そうです、ね、え、お、もう1人見える、気のせいです。そうですね、気のせいです、はい、今回あの外装内装の紹介がめちゃくちゃショートバージョンだったんですけど、別に手抜いてるわけでも何でもなく、うん、何度かご紹介させていただいてるんで、まあそうですよね、まあ、本当に簡単にという感じでご紹介させていただきました、はい、でこの年式というかこの車種から日本仕様だけ全車標準でヘレハイエモーションローエミッション
はい、まあ、要はアイドリングストップとか、はい、あとファンとか年本とかエアコンとか、あとギアシフトなんかの、まあ、エココントロールする、はい、まあ、パッケージというかが標準装備らしいですね。はい、そうです。というわけで地球環境も考えてるんです、うん、まあ、日本仕様はそういう感じになってますね、はい、それとは程遠い音なんですけれどそうなんです、はい、そんな感じになってると。そして今リア人乗ってないんですけど、はい、一応リアシート185センチまで OK らしいです、はい、設計的には、なんで、まあ、大体の日本人の方は大人4人後ろも乗れるかなと、はい、結構私のお客さんとかでも、まあ、フェラーリも、あ、フェラーリじゃない、 FF もそうですし、ルッソも本当に後ろにお子さん乗せてとか家族で使ってるフェラーリっていう印象が強いので、本当に1台で完結できるフェラーリですよね。あのここにモニターついてるパッケージがありますあるぐらいなんで、はい、まあ、そのぐらいちゃんと使える、うん、結構スポーツカーのリアシート、ツードアのリアシートってあんまり使えないイメージですけど、はい、フェラーリに関してはちゃんと使えるように、うん、めちゃくちゃ快適かっていうと多分そうじゃないと思うんですけど、まあ、全然大人が乗れるパッケージになってると、はい、あとフェラーリはですね、 FF はなんかその使い勝手、はい、まあ、トランクもそうだし後ろの席もそうなんですけど、前に関しても収納全部トータルすると20リッターぐらいあるらしいです。ああ、なるほど。ここもあってここもあって、あとドアポケはあのビロビロになっちゃうんで使うのをおすすめしないですけど、そうなんですね、だとこの何に使うのか謎な、はい、この収納があってということで、はい、使い勝手が非常に良くなってると。だともう一点、最初にも触れた通り、多分おそらく皆さん気にされてるのは、まあ、故障のところと保証のところだと思うんですけど、それはじゃあ走りながら行きましょう。はい、じゃない、いや音が違いますよね、やっぱ、うん、参ります、よいしょよいしょ、あ、普通普通音が響く感じがやっぱ本当に12人通すよね。そうね、なんかいくらやっぱりさ作られたこう音に慣れ始めてさ、うん、まあまあまあ最近の車もそんなに音悪くないよね言いつつも、やっぱり生のこの12が最強じゃない？そうなんですよ。なんて言ったって NA の12人ですからね。そしてなんかそのちょっと触れたブレーキ、ああそうですね、プレフィル、はい、ブレーキのフィリング、もうその普通の車よりかもピストンが戻るのが早いのかな、あなんかそこ制御してみた、それ詳しく調べたけど出てこなくって、普通の車ってピストンがこう出てきて中のそのシールのねじれだけでこう戻る感じだと思うんですけど、なんかそれを油圧かなんか制御してるみたいで、へー、フィーリングがすごくいいっていう、だ離してすぐこう、あ、抵抗がなくなるというかっていうブレーキフィールになってるらしいです。なるほど。でそこ英語でもドイツ語、あ、イタリア語でもいろいろ検索したんですけど出てこなかったですね詳しく。あ、ただやっぱボディ長いっすよね。長い。本当にこれパナメーラとかとボディサイズあんま変わんないじゃないですか、ポルシェの。ただパナメーラとかにもでかく感じるかもしれないです。運転する人は。前がすごく長く。前がめちゃくちゃ長いですよね、本当に。幅も1900あるですからね。ですよね。だからこの辺は最初ちょっと慣れは必要かなっていう感じがしますよね。で重量も1700キロぐらいあるんで。まあ、35 GTR と同じぐらい。あ、まあでも今の車で四駆ってもうちょっと重いのもあるじゃないですか。まあそう。それ考えたらまあ四駆の中ではまあ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 って感じですね、うん。スポーツカーっていうともっと軽い感じなんで。そうですよね。いやでも内装おしゃれだな。ね、内装いいよね。内装好きですね僕は。そしてじゃあいいですか、はい、肝心なの保証とか修理とか故障の話を確信触れていきたいんですけど、うん、ちなみに今回の車は、中の紹介でも触れた通り足回りがまず新品になってると、はい、それ去年交換してみたんです、ちょうど1年ぐらい前みたいですね、はい、そうですね、はい、であとそれと同時にエンジンのオイル漏れが少しヘッドカバーとかあったみたいで、はい、まあ、やっぱり10年経つとシール類が硬くなるんで、うん、多分その辺じゃないかな、はい、あの一通り直してあるみたいです、うん、あとはなんとその時に、タイヤもそうです4本新品になってるということで、はい、まあ、少し走ってますんで、まあ、新品同様とは言わないですけど、うん、まあ、まだまだ交換しなくていいコンディションのタイヤがついてるから、はい、この辺にやっぱりタイヤとかも後から買おうと思うと結構するじゃないですか。いやするんですよ。フェラーリって
他のフェラーリのモデル488とかもそうですけど、特にこう弊社に来るお客様もそうですけど、距離乗らない人多いじゃないですか。なんでタイヤって意外と新車装着時のままって人がすごい多いんですよ。なるほど、そういうことが多いんで、逆にタイヤがやっぱもう新しいものに変わってるっていうのはすごくちょっと、メリットというか、確かにプラス要素かなと思いますね。21年のタイヤかな、はい、ついてたんで、しばらく大丈夫かなと。はい、乗り心地確かにでも全然いいですね。そう、乗り心地いいのよね、やっぱ本当にこれだったら全然大人4人、家族4人でも全然遠出できる車ですよね。なんかこう乗るのにあんまりこうよいしょっていう感じがないというか、割と気軽に、日常全然乗れるかな。そうですね。これ面白いのがフェラーリの、初のこれが4駆モデルじゃないですか。でかつ4人乗り 2x2 の4シーターですけど、今出てる初の SUV プロサングエにも多分通じる部分絶対あるんですよね。あ、結局ここから GTC フォルッソ行って、でやっぱこういう4駆モデルとかがフェラーリもどんどん進化してきてるんで、本当その原型じゃないかなって僕は思ってて。確かに、今回いよいよそれでプロサングエがちゃんと SUV で出てきましたけど、もう SUV 作ってないメーカーがないんじゃないかっていうぐらい今 SUV ブームですからね。そうですね。ちょっと前だったら本当にロールスとか信じられなかったけど、もう今や人気車種ですからね。ですね。本当 FF はだからフェラーリのそういう4駆モデルとかの本当一番原点というか、本当にそういうモデルになるんじゃないかと思いますね。いいな、12気筒。お待ちください。間もなく吠えますんで。はい、この個体 EBM ついてるんで、リモコンです。あ、なるほど。はい、リモコンで。これで今開いてます。はい。どう？全然車好きしかわからない。わからないです。はい。今誰に聞いたんですかね。なんか車にボンド東京に出るっていう座敷わらし。ああ。ボンド東京の車試乗すると出るらしいですよ。車の性が、妖精が。そうですね。はい、そして保証のところ、そこが多分安さにもつながってるところだと思うんですけど、当然もう10年、はい、10年、もう11年、そうですね、13年式なのでちょっと10年、はい、10年経ちます。経ってるということで、その辺お買い求めしやすい金額になってる代わりに、そういった保証だったりだとか、はい、消耗品の劣化だったりとかあると。今回もだから足回りとかエンジンのこのガスケットとか交換してるんでいいですけど、こういうのが出やすいもう年式ですよっていうことですね。やべえ、いい音、めっちゃいい音してる。やっぱフェラーリですね。これ言うと本当ちょっとコメントありそうですけど、やっぱフェラーリの音ってこれだなって思っちゃうんですね。そうね、これはねちょっと変えられないよね。いや、もちろん今のフェラーリ、もちろん V8、V6 とかのフェラーリも全然やっぱいい音するんですけど、ただ僕もやっぱ車好きとして本当に幼い頃からやっぱ車はこうフェラーリとかって憧れで、いろんなモデル、当時だと F355 とか、それこそ360とか V8 のモデルも見てきて、その時の12気筒ってまだやっぱテスタロッサとかもやっぱ人気でしたし、やっぱそういう当時のフェラーリのサウンドを知ってると、どうしてもやっぱこういう甲高いフェラーリサウンドに惹かれてしまう。もうね、全てがどうでもよくなります。確かに。いや、めちゃめちゃいい音するな。だって F1 でこそそうですもんね。 F1 もだって2008年とか2006年とか、あの辺のやっぱりこう V10 とかのエンジンの甲高い音がいいっていう人が多いように、全然違うもんね。全然違う。やっぱフェラーリもやっぱこの12気筒の NA の音はこれこそフェラーリっていう感じの音ですよね。で、全然日本の一般道で法定速度でもその音が、ちゃんと聞ける。はい、こんな 2,3,000 回転の音もやっぱ違うんですよね。そうね、やっぱ綺麗ですし、ハイエモーションです。あ、そうですね。ローエミッション。で、やっぱ12気筒の分、音はしっかりもちろんこう綺麗な感覚が出てるんですけど、振動が少ない。あ、確かに。本当に
これはやっぱ思いますね。振動が少ないです。めちゃくちゃ滑らかに回るよね、うん、エンジンの振動は少ないですね。でね、いい意味でめちゃくちゃ普通、普通に乗れる。視点もなんかもうごく自然な視点だし、なんか V8 のあのクーペモデルみたいなこう低い視点、低すぎる視点でもないし。そうですね。結構シートの座面も上げられますからね、うん、これ一応今一番下げた状態でそのぐらいなんで、うん、いいな。このボディサイズとかこのフロントの長さだけ慣れてしまえば全然多分普通に本当に日常使いできるフェラーリだと思うんですよね。確かに、うん、ちょっとまとめみたいになっちゃうんですけど一番こう僕的には現実味のある12気筒かなっていう。ああそうですね。最初にも言ったんですけど、これより高年式だったりとかってなってくると、うん、もう全然2000万円超えてくるんだよね。そう、価格帯変わるっすよね。だから多分、うん、ルッソとかの方がもっと進化もしてますし、まあ、変な話こういう 2D の車外ナビとかもいらないじゃないですか。もう本当に全然そのまま使えちゃうと思うんですけど、価格帯がちょっと全然変わっちゃうので。2000万円切るルッソないでしょ、うん、今んとこは。そうですね、ちなみにその修理のとこなんですけど、はい、こちらの車なんとリアのドライブシャフトブーツも交換してるということで。そうなんですよ。いや本当しばらくこの個体であればしばらく乗れるんじゃないかなって感じです。もうほとんど出やすいところはすでに交換済みなので、まあ、あと細かいところ、はい、そうですね、うん、かなと。そのベタベタ問題だったりとか、うん、あと気になったのはこのシートベルト出してくれるやつはあんまり壊れない、割れる？いや、まあ、壊れてるってあれじゃないと思うんですけど、たまに持ってきてくれない時ありますよね。あ、空振るやつね。空振るやつ、はい。なるほど、まあ、それはこの手の機構の車大体そうなってる気がする。そうですね、まあまああるあるなんでしょうがないと思うんですけど、まあ、あとはその四駆のとこかな、うん、エンジンミッションはもう大ダメージあんまり効かないよね今んとこ。そうですね、全然効かないですね。だからやっぱ悩みどことしてはこういう消耗品、去年買って消耗品関係とかスイッチ類のベタつきっていうのはもう定番っていうかあるあるなんで、この辺はちょっと向き合っていかなきゃいけないのかなと思うんですけど。あとセンサー類とかユニット類とか。そうですね、まあもちろんその絶対壊れないとも言えないし、うん、壊れますよとも言えないんで。そうですね、はい、まあ、その辺は、まあ、心配な方はもう保証がついてるやつ、うん、新車の保証、フェラーリの延長保証で結構今長くいけんすよね。長くいけます。まあもちろんそれだけ高額にはなりますけど、保証のなんか年間何十万もかかるけど、マックス15年とか、うん、ただそれも僕その保証のやつ見たんですけど、なんかオイル漏れとか結局シールの劣化なんで、まあ、そういうのは保証されないで、うん、そのメカニカルの故障だけ保証されるっていう内容になるみたいですね、うん、あのすごい極端に長期のやつは、はい、全部もう何の心配もなく乗りたいよっていう方はやっぱり新車とか、うん、新車の保証が残ってるやつを購入された方がいいのかなと。まあ FF だともうその年式がないので、ないですね、本当に現行モデルになっちゃいますけど。でもこれ付き合っていける車の気がする、うん、と思いますね。でやっぱもうじゃあ同じようなこういう感動を味わえる12気筒がやっぱ今にはないんで、やっぱどっちを取るかですよね。もう本当に今選ばれた人しか12気筒が得ないからね。そうですね、大体純粋な12気筒がなかったりとか。そうなんですよ、まあ、あと同じ12でもこの音が出なかったりとか、うん、そう考えると本当にちょうどいいところなのかなと。いやそうですね、ただもちろん少し覚悟は必要なのかなと、うん、そして後ろの話に行くと、後ろはこんな感じで、後ろも本当に前とあんまり変わらないぐらいの居住性な感じがします。まあ、シートポジション次第ですけど、僕のシートポジションだったら多分大人の人全然後ろ窮屈じゃないと思います、はい、足元も行けたポジションで、うん、こんな感じ余裕だと思います。ちょっと多めに映しとこう。あ、ピースしたあとは思うけど、フェラーリってこう開けた内装の匂いが良くない？フェラーリの匂いするじゃん、絶対しますね、レザーの。やっぱりそうなんですよね、まあ、それ言ったら BM は BM の匂いするし、うん、ベンツはベンツの匂いするんだけど、フェラーリってこのレザーの独特の匂い。そうですよね、同じレザーの匂いでもちょっとベントレーとかロールズと違う、また、うん、
FF、そうなんですよ、ミッション DCT もちろんオートマで乗れちゃうんですけど、はい、あれですね、なんかオートマにしたくない、パドルで引っ張りたくなっちゃうこのサウンドが、ついついマニュアルで乗りたくなるよ。そうですね。でもちょっとレビューのために一応オートにもしてますけど、はい、オートだと本当に今時速30キロで4速1000回転ちょっととか、本当に全然ギアも引っ張らずっていう感じですね。どんどんシフトアップしていってくる、うん、でシフトショックも少ないですし、だからそうね、シフトショック全然ないね。ないんですよ。だからこの辺もやっぱいいんでしょうね。結局 FF っていうこういう車で DCT 採用して、まあ仮にですけど、さっきからもう散々僕言ってる家族でじゃあ1台乗りますよっていう時に、旦那さんはもちろんですけど、奥様もじゃあ例えばたまに乗るよっていう時に、やっぱ普通にオートマで乗れちゃうじゃないですか。こういうのもやっぱいいですよね。確かに変にこうギミック的にこう操作が必要なことも少ないので、ただ操作類が全部このハンドルに集約されてるのはちょっと慣れないと乗れないかなと。はい、うん、まあワイパーですとか、あとウインカーも、そうですね、ウインカーもスイッチですし、うん、まあ、エンジンのスターターもイグニッション回してからスタートボタンとかという感じでございます。あと前がやっぱり長いんで、長いですよね。長さがすごいこう気になるというか、ただもうそれをもってしてもこの12でやればもう全部帳消しです。はい、そうなんです。これ前長いって言ってもさっき土屋さんも言ってましたけど、前後重量バランスもすごくこう一応後輪後ろ寄りじゃないですか。もうさっき多分動画で見た方気づいてると思うんですけど、エンジンももちろんフロントミドシップなので、やっぱり車軸の後ろだからね。そうなんです、車軸より後ろにあって、なんだったらもうヘッドがその辺ぐらいまでそうそうなんですよもうこのバルグヘッドにめり込むぐらいに搭載されてるんですから。まあ、ただその前に 4RM の、 あの四駆のシステムがあったりとか、まあ、するんで長さはどうしても必然的に必要だったのかなと思うんですけど、ただ重量バランスとかは全然いいのかなって。でちなみにモードは終始スポーツだったんですけど、今コンフォートですね。あ、コンフォートか、はい、全然乗り心地がいい、うん、スポーツにしてもそんなにガッタガタにならない。そうですね、ちょっとまあ足回り確かにダンパー硬くなる感じはしますけど。でこのマネティーノ、はい、もうアイス、そうですね、アイスモードと、はい、ウェットでコンフォート、スポーツで最後 ESC オフですね、はい、変わるということで、はい。まあでもやっぱ前先に東京店はルスをちょっと紹介してるんで、うん、やっぱでも似てるっちゃ似てるっすねまあ正常進化な感じですからね、うん、でやっぱいろいろまあそこにもうちょっと近代的にまあこうナビゲーションの 2D が必要なくなって、純正のナビゲーションでもいっぱい機能がちゃんと備わってるっていうのがやっぱルーストなのかなっていう。あれルーストってペニファリーナじゃないよね。じゃないです。じゃないんだよね、はい、違います。だちょうど458と4パッパーの進化みたいな感じなんだよね。そうですね、確か、はい、電装品とかが新しくなって、はい、デザインもフェラーリデザインになって。そうなんですよ。本当に何度も言うようだけど、これ以上前の年式って俺の勝手なイメージね、はい、もうちょっと乗るのに維持するのに勇気が必要かなって、うん、これより前はもうちょっと、そうです、本当そうだと思います。V8 シリーズも、うん、430とかモデナとかになるじゃん。いや、そうでしたね。まあ、スイッチのベタつきとかも同じようにあるんですけど、うん、まあ、仮に例えば、まあ、マニュアルミッションだったら別ですけど F1 マチック選ぶとなると、やっぱクラッチ効果も相当な、うん、やっぱ結構な頻度でクラッチも変えなきゃいけないですし、もうちょっとやっぱ違う維持費がかかってきますよね。じゃあ12モデルだったら612、はい、599、そうですね、もうちょっとこう勇気が必要かなって、わかんない、結果蓋開けてみたら維持費そんな変わらなかったよねっていうケースももちろんあるかもしれないけど、やっぱりそれなりに現代的な装備がついてて、まあ、信頼性も高いのでってなってくると、まあ、ここ結構一つの区切りなのかなって。そうですね、うん、ただまあ世代ごとにさ味があるよね、やっぱりね。ありますね、ね、うん、まあ、それフェラーリに限らずなんだろうけど、まあ、でもいいっすよね、この辺もこの年代はもうやっぱ両サイド液晶がついてて、うん、まあ、例えば水温油温とかも液晶で見れたりとか全部するので、まあ、そんなに古臭さを感じないというか。確かに、はい、ディスプレイの表示もこの前の世代になるともっと簡素化されたというか。そうなんですよ、もっと違うので、
最初に話は戻るけど、結局その距離が薄くても、うん、結局新車装着のタイヤで10年前のタイヤ履いてましたとかって言ったら、はい、もちろんそれプラスでかかっちゃうわけだし、うん、いくら乗ってないって言っても、まあ、オイルも当然劣化するし、はい、シール類も劣化するんで、うん、じゃあ距離薄買ったけど漏れてましたと、うん、なくはないじゃん。そうなんですよね。それだったら、まあ、ある程度、まあ、距離とコンディション、うん、しっかり見てもらって、そうなんですよね、乗っていただくのがいいのかなと、うん、だから3万キロでも置いてるのは伊達じゃないですよね。だから、うん、そうですね、3万キロとか、まあ、距離走ってるなって思われても、まあ、それが決して、まあ、距離騒音にこうコンディションが悪いとかってわけじゃなくて、やっぱりそれなりにメンテナンスもしてたりとか、あと前の保管状況良ければ、今回の個体みたいにレザーとかも綺麗な状態だったりとかするので、そこはまあ現車見ていただいて。逆にね、だからうちの距離飛びって結構お買い得じゃないかなと。うん、結構まあ理由ないと置かないじゃん。そうなんですよね。モンドグループはまず3万キロ超えてる車ってめったに置かないじゃん。めったにまあないですね。であっても必ず仕入れる際に本当によく原車確認して、うちも仕入れてるので、やっぱりコンディションはもちろん厳選して、店頭に置いてるっていう部分ではもちろん自信持ってるので、まあそれをまあ、しっかりお客様にも現車を見て肌で感じ取ってもらえたらなっていうふうに思いますね。というわけで、あっという間の試乗でした。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあ最後になりますけど、はい、やっぱり12じゃないですか、うん、もうこれはもう、まあ、今後どこまで出るかっていうのもありますし、まあ、徐々にやっぱもうフェラーリといえど12気筒はなくなっちゃってるので、まあ、今じゃないかなとは思います。確かに純粋な12をもうこれから買おうとするとかなりもう狭き門になってる。そうですね。でもうそうすると遡って買うしかないんですけども、いろいろ保証だったり故障の話途中でさせていただきましたけども、やっぱりこれを聞けばもう全て吹き飛ぶというか、はい、それぐらい魅力がある車じゃないかなと思います、うん、もうぜひぜひカスタマイズも含めご相談いただけるといいんじゃないかなと思います、はい、というわけで今回はフェラーリ FF をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。